里崎チャンネル。中日対巨人、2日4対3で中日サヨナラ勝ち、3日5対2で中日、そして4日0対2で巨人っていうところで中日の2勝1敗の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、2日の試合ね、4対3ドラゴンズサヨナラ勝ち、巨人はね完全な勝ち試合ね、そこの中でもう自滅感がねちょっとあったかなっていう中ではね、巨人はね、先発山崎より7回99球7安打2三振2四球3失点、良かったけどね非常に。で中日ね、先発小笠原7回113球8安打4三振無四球3失点、こちらもねいい形のピッチングをしたんだけどもね、まあその中ね巨人4回表ね、岡本センター前、坂本レフト前で大城がね送りバント失敗、ここきっちり決めなきゃいけなかったよね。で丸がレフト前ヒットで続いてワンアウト満塁から吉川の犠牲フライで、山崎織がねレフトでタイムリーヒット、いや打つね、やっぱ柳か山崎かみたいなね。で、萩尾がねセンターのタイムリーツーベースで一気に3点、いやこれでもう俺は勝ったかなって思った。山崎よりの出来もかなりめちゃくちゃ良かったからね。その中でねこっからよ、こっからちょっとしたことで負けていくのよね。中日は6回裏ね、三好が、スリーベース、田中美希がねサードゴロで帰ってこれずワンアウトで、高橋周平のねこれピッチャーゴロ内野安打なんだけども、これね、まあね、取るのはもう難しいけども、取りに行って、弾いて、門脇に逆突かれて、センター抜けていくんだけど、取れないんだったら取るなっていうね、もう本当言いたい。で、そしたら、あの後ろにね、門脇いたから、だからそういったところもね、見極めなきゃいけないんだよね。それね、こう4日の試合ね、菅野がね、そうやったんだよね。セカンドゴロのね、グラブ引いたんだよ。パッて。で、セカンド後ろにいるからね、で、処理できたっていうところもあるから、こういったところがね、経験だね。やっぱりね、俺今日の試合見て、おお、菅野すごいと思ったんだよね。あれ何回だったかな、調べるの忘れちゃった。途中あったの、セカンドゴロ。グラブ引いたのが。取れるんだけど、グラブ引いて、後ろにいるから。だからそういったところ、山崎分かってれば、これね、1点入んなかったと思うんだよね。で、ここで1点取られちゃって、で、7回ね、裏にも、ドラゴンズね、上林ショート内野安打。ここ、門脇ね、まあ、球早かったけど、球際ね。で、ここ、ライト。で、次、代打、大島ね。ライト前ヒットなんだけども、ここも、と吉川ね。球際ね。球際。これね、まあ、球際、難しいよ。難しいけどね、その球際の、この、できるかどうか、勝敗直結するからね。で、ノーアウト一三塁から村松がね、センターへの犠牲フライ。ここでね、一塁ランナー、ダイソーのね、小田。ね。牽制に誘い出されるも盗塁成功っていう、ここね、吉川が中途半端とか入るのよ。で、そこ投げてね、吉川とランナー、小田がね、入れ替わっちゃうっていうところで、あれもさ、一人しかいないんだからさ、なんか変な中途半端とか入らないで、もう片脇に任せて何回もやりながらも絶対アウトにするって言ってれば、1点入んなかったのに、その後ね、ツーアウト一三塁から田中美希のタイムリーヒットっていうところで、ね、同点になっちゃうの。全部ちょっとしたミス、球際の違いなのよ。まあ、そこをね、ドラゴンズはね、昨年やっぱチャンス作りながら、1点取れないことがね、打線がって言われてきたところで、こういったところでね、しっかりチャンスを作りながら、最後ね、田中美希がヒットを打つっていうところで、ものにするっていうね、こういうのも大事だからね、これはドラゴンズはね、今年は昨年の違いかなと。で、11回裏にね、ここまで1本もヒットを打ってなかった細川がね、今季初ヒットがサヨナラホームランっていうところで、ピッチャー中川のね、外スラをフルスイング。だから、打ってなかったらさ、ちょっと当てに行こうとするんだよね、やっぱ早くね。特に開幕1本目のヒットって欲しいからね。それをね、小さくまとまらないでね、しっかり最後まで振り切ったっていうところは、バッティングコーチの和田さんの教えか後押しかわからないけども、非常にね、良かったと思う。それがね、サヨナラヒットになったからね。で、ジャイアンツはね、あと10回の、ね、ワンアウト1塁から佐々木のね、送りバント失敗。で、11回のね、坂本センター前からの大城三振して、ね、丸セカンドゴロ、吉川三振というところで、先頭を出すけども、っていうね、一本ですって言ったところはね、ちょっとね、っていうところはあるよね。そこら辺がね、勝てたけどね、っていうところもね、なかなか厳しかったところかなっていうね。逆にドラゴンズはね、いいサヨナラ勝ちだったと思います。続いて3日、5対2でドラゴンズっていうところで、ドラゴンズ先発ね、大野雄大。ね、5回66球、4安打4三振、無四球1失点と、約1年ぶりの、先発、まあ、怪我からの復帰というところで、ストレートも勢いあったしね、非常にグッピチン。勝ち星で言えばね、その前年からだから、1年半ぶりのね、勝ち星っていうところもあるけども、ピースがね、これで、
揃ったって言ってもね、おかしくないぐらいの、コート。で、巨人先発メンですね。4回73球、4安打3三振、4四球4失点っていうところで、まあ、いい球もあったけどね、制球定まらず、4四球、まあ、自滅です。正直ね。でも、この試合がね、ドラゴンズが、やっぱりね、こうやっていかなきゃいけない試合で、で、これができて、勝ってるところがね、いや、今年ひょっとしたらっていうところがね、今、まだ始まったばっかりだけどね、いいところなんじゃないのかなっていうね。で、それをね、言っていくと、ドラゴンってこの日ね、5安打なのよ。5安打しか打ってないのよ。でも5点取って勝ってんだよ。これ大事なのよ。ね、打ったから勝つ、打たなかったから負ける。じゃああれじゃんね。打たなくても勝つ。これね、もらったチャンスを生かすっていう中でね、2回裏、先生のね、2点取ってんだけども、ドラゴンズはね、先頭の中田がレフト前ヒット。で、細川フォアボール。上林三振するけども、木下フォアボール。で、ワンアウト満塁から村松がね、ライトへタイムリーヒットっていうところでね、ここでしっかり2点取るわけよ。その後、大野って行くからね、なかなか点が入るかどうかね、まあ、大野のバッティングもいいけどもね、しっかりここでね、村松がタイムリーヒットって2点取るっていうところも大きいし、ね、細川も木下っていうところ、フォアボール選んでチャンスメイクした。逆に面ですわね、こういったところが自滅感あるっていうところなんだよね。で、ジャイアンツはね、4回表にワンアウト一三塁から岡本のショートゴロの間に1点取るんだけども、4回の裏すぐにね、細川ライト前で上林木下アウトになるけども、村松大野がフォアボール、この大野にフォアボール出しちゃダメなんだよ、面ですも。で、2アウト満塁になってから三好がね、レフトにタイムリーヒット。ここでも2点きっちり取るんだよ。去年なかったのよ、この2アウトから欲しいところで1本っていうところがね、なかなかない中で相手にもらったチャンスを掴む。で、4点。で、8回表にジャイアンツはね、萩尾のレフトスタンドへホームランで1点返すけども、8回ぐらいね、細川が、2試合連続ホームランで、5対2。ね、この1点めっちゃ大事だったね。突き放して勝つっていうところでは、ね、相手にもらったチャンスをしっかりね、生かす。5安打だけどもホームラン生かしながら2アウトからでも1本出すっていうね、これがね、いいね。でもジャイアンツ的にはね、逆に10安打打って2点しか取れてないのよ。まあ、その中で言うとやっぱりね、5回、大城公衛が連続ヒットでノーアウト1塁チャンス来るけども、吉川アウトで代打長野も三振で、萩尾がねサードゴロで1点取れずね。7回にも先頭坂本がライト前ヒットで出るけども、後続ね続かず。9回ね、ピッチャー、ライデル・マルチネスからね、坂本、オコエ、吉川ヒットをつけても、途中大城463、大城463ダブルプレイたいね。で、その後、伊豆口がね、セカンドゴロでアウトになって、ランナーを出すけども、1点取れず、逆にジャイアンツはね、1本出ず、この4回もね、岡本の内野ゴロの間に1点だからね、ここがこの試合のね、大きな、違い、だったかなと思います。で、4日、2対0でジャイアンツ。これはね、逆にジャイアンツがね、相手にもらったチャンスを生かす。逆にドラゴンズは行かせないっていうところがね、真逆になった試合だったかなと。で、ジャイアンツはね、先発菅野、7回90球、4安打3三振、1球無失点っていうところで、キャッチャーね、小林誠司とのコンビが復活してね、しっかり7回を0点で抑えるというところで、まあ、ホーム的にもね、体重めっちゃない、しっかり乗ってたと思う。前に晴れてたような感じするんだよね。そこでもしっかり体重乗せて、全身の力を使って、いいピッチングっていうところが良かったし、で、中川もね、しっかりここでもう一回使って、ね、打たれてるけども使って、しっかりノーヒットでね、抑え切る。で、大勢が最初ね、最後3者連続三振で、2対0でね、完封勝利というところでは、ジャイアンツとしてはね、2連敗できた中で、カードね、3連敗しない。ここでね、しかも完璧な勝ち方で勝ち切ったっていうところは非常に大きな勝利だったと思います。で、ドラゴンの先発梅津ね、6回101球7安打6三振1球1デッドボールにして、こっちも梅津もめっちゃ良かった、非常にね。でもただ一つだけね、この3回表先頭ピッチャーの菅野にフォアボール、これが全てだったよね。で、その後萩尾がヒット。だからね、何気にこのね、試合のね、一番のポイントはこのね、萩尾のヒットだと思う。ここでちゃんとヒット打てたことが良かった。で、ノーアウト一塁で門脇送りバントを決めて、丸の内野ゴロの間に行って、そしてね、岡本が前日はショートゴロだったけども、ね、一本ヒットを打って、ツーベースでね、2点目を取るっていうところがね、非常に大きかったかなと。ね。で、その後はね、まあ、ランナー出すっていうところもあるけども、なかなかね、もう一本出ずっていうところでは生かしきれずね、ドラゴンズのね、リリーフ陣、ね、梅野、松山、祖父江っていうところに抑えきられるね。まあ、ジャイアンツがね、中川しっかり抑えたっていうところもあるけども、松山もね、しっかりこの日はね、2、3振取って全前打たれたけどもね、修正してきてるっていうところでは、試合には負けたけども、この投球内容としてはね、非常に良かったんじゃないのかなと。で、ドラゴンズはね、攻撃、このね、4回、ワンアウト1塁で中田がダブルプレー。で、5回、ね、上林が出て、木下がね、ダブルプレー。
で6回、村松が内野安打に出て、で代打大島のセカンドライナーをね戻りきれるダブルプレーバーッと、村松これはバーッと戻んなきゃセカンドライナーなのにっていうね、3イニング連続ダブルプレー、これは痛かったね。まああの菅野が踏ん張ったっていうところもあるけども、まあここはねこの試合はちょっと生かしきれずっていうね、ところで、まあこれはね菅野にとって大きな一勝だったし、ジャイアンツのねまた明日以降にとっても菅野の好投はねチームにかなりいい影響を与えるんじゃないのかなとね、といったところでは、まあ象徴的なねドラゴンズがチャンスメイクして取った試合もあればね、ドラゴンズはダブルプレーばっかりになって、逆にジャイアンツはね菅野のフォアボールというと生かした。この試合のポイントはやっぱり菅野も素晴らしかったけど、萩尾のあのヒットでついたところ、あれが本当にね勝ちに向けてのキーポイントだったと思います。結果2勝1敗でドラゴンズの勝ち越しでした。